ギャグ漫画日よりは、マスダコスケによる日本のギャグ漫画、およびそのアニメ化作品。現在は、ギャグ漫画日よりギガバイトと解題し、ジャンプスクエアにて連載中。1話完結型のギャグ漫画。正式名称には、マスダコスケ劇場というサブタイトルがついている。漫画雑誌、月刊少年ジャンプにて2000年1月号から、休刊号となる2007年7月号まで連載され、 その後は、後継し、ジャンプスクエアにて2007年12月号から連載中。話数カウントは、大幕。正式名称は、マスダコースケ劇場、ギャグ漫画日和であるが、大体の場合は、ギャグ漫画日和での表記となっている。ジャンプスクエア2015年1月号より、マスダコースケ劇場、ギャグ漫画日和ギガバイトに改題された。2020年1月時点で、 シリーズ累計発行部数は600万部を突破している。最初期は雑誌の最後の方に乗るため人気がないのではないか、終わるのではないかという疑念を持っていたと作者は単行本で語っていたが、その後人気は急上昇。月刊少年ジャンプの看板作品となり、付録までつくようになった。そして2002年にジャンプフェスタで制作されたアニメが大きな反響を呼び、 2005年にはテレビアニメがキッズステーションで放送され、2006年には第2弾、2008年には第3弾が放送された。また2008年の夏休みに全15回、冬休みに全3回のウェブラジオが配信された。そして2010年には第4弾がギャグ漫画日和として放送された。ジャンプショップでも商品化される。週刊少年ジャンプや V ジャンプなどにも読み切りや短期集中連載として掲載されることがあり、2007年6月6日の月刊少年ジャンプの休刊の際には、週刊少年ジャンプの2007年39号から一時的に連載が行われた。作者が三重県出身であるため、三重の名前がよく出る。しかし特別三重県での物語はない。なお、2007年10月から、 三重テレビでアニメが放送された時には、原作者は三重県出身と紹介されていた。1話ごとの長さがまちまちであり、1話から2話が1回分として載ったり、1つの話が全後編となる場合もある。大事は、ほとんどが作者の増田が手掛ける。指で書いたり、筆を口に加えて書くパターンもある。また、増田の母親、担当が書いたこともある。 単行本の目次の後に毎回前の巻のあらすじが載っているが実際は本編とは全く関係ない。あらすじに出てくる天才ピアニスト銀河神や暗黒王女の小説が公式版ンブックに掲載された。およそ1年に一冊ペースで発行されている。なお、表紙のサブタイトルは本編の内容とは全く無関係となっている。韓国では大元メディアから 韓国語版が刊行されている。あとのテレビアニメ版のプロトタイプとも言える作品。なお、映像はカラーではなく、白黒になっている。爽やかショートギャグの一部、関西委員会、神ロボ鋼鉄の月光編と神ロボ解決編の一部、サタンをアニメ化。スタッフ声優2005年2月7日より、キッズステーションにてアニメ放送開始2007年10月3日から、 地上波の独立 UHF 局の一部での放送がスタート。なお、地上波放送では規制により音声の修正などが行われている。第3期より画面サイズが16、9になり、同時にアニメ制作会社が変わり、一部キャラクターのキャストも変更された。本作の収録について台本は作成されず原作のコミックスをそのまま台本として使用し、 プレスコで行われている。なお、5分という差しに合わせるため収録した声は、息継ぎや一部のシーンやセリフをカットするなどの編集が、された上で使用されており、話によっては、セリフがかなり早口になっている、もしくは展開がスピーディーになることが多い。基本的にコミックス化された作品が放送されているが、コミックス化前の作品が放送されることもある。出血の描写があるが、 ギャグ漫画日和2の聖徳大使の楽しい木造を建築までは、地の色が黒かった。だが、猫ちゃんの腹筋、ごっこ大家族の中のごっこ大家族からは、地の色が赤くなっている。ギャグ漫画日和り3の平田の世界で、地の色が今まで通りの黒に戻った。しかし、素晴らしき色が名探偵かしら。うさみちゃんでは、血が再び赤色になっていた。 連載10周年にあたる2010年1月4日より、アニメ第4期、ギャグ漫画日和が放送された。第4期から、読売テレビが、制作局となっている。当期は16話まで多摩数回が、過去作の再放送、奇数回が新作であり、17話からは、奇数回が再放送、多摩数回が新作である。キッズステーションでは、ギャグ漫画日和の放送に先駆けて、 ギャグ漫画日和10周年おめでとうスペシャルというスタッフインタビューやジャンプフェスタ2002班を交えた30分枠の特別番組が放送されたスタッフ声優格割スト主題歌アタックギャグ漫画日和、オアフハワイ日和、ボディライン希望の宇宙のエンディング曲ハッピーエンディングハッピーコーラッキーエンディングサウンドトラックマスダコースケ劇場 ギャグ漫画日和リサウンドコレクションが2006年12月8日に発売され、放送では聴くことのできなかった曲が収録されている。さらに増田光介ー書き下ろしのオープニングフルバージョンも追加された。また、t v アニメギャグ漫画日和り3主題歌集が2008年5月21日に発売。 ギャグ漫画日より3スーパーサウンド全集が2008年7月9日に発売されている。放送局 DVDDVD はバンダイビジュアルより2005年7月22日から2010年8月27日にかけて発売された。2008年8月4日から22日にかけてアニメート TV にて夏休みだよ。ギャグ漫画日よりを配信。当初は 配信期間は3週間の限定であったが、公表につけ10月6日まで延長となっている。キャラクターとしてのパーソナリティは週替わりだが、演じる声優としては、前田強は前回に出演している。また、2008年12月には、冬休みだよ。ギャグ漫画日和が配信。2009年2月27日に、ラジオ CD 発売。ギャグ漫画日和にに関するカテゴリー。 ギャグマンガ日和さんに関するカテゴリー、ギャグマンガ日和に関するカテゴリー。ありがとうございます。